動してくださいよ、うん、運動はしてないからね、お父さんね。絶対あれは足腰鍛えんや、うん、足悪くない。それで今ベッドの上でそういう機会があるんだ。やりよるんてよ、そういうの、病院で。それじゃなくても足腰動かさないと、うん、まあそういうことは一人じゃできんしね、それもね、付き添いがなくね。まあ、脳がボケてないだけいいね。そうよ、あんた、それはありがたいと思うね。お父さんが言ったことが分からん人だとおるんだからね。うん、薬のおかげか。で、お母さん、誰が今日一緒だったんですか。山手会のうちの、引き立ての人だし、みどりさんとか富田さん、伊藤さん、あ、そうなの、金堀先生も来ちゃったね。みどりさんの旦那さんはシャープなんでしょ。ここでシャープが出てた。今日出した人も、あ、ビクター野村証券に勤めてる人ごろよ、うん、その人も今日出して撤回。この人すごいよ、あんたロンドンのなんか支店に今度転勤になってね。あ、ちょっとお入れてください。転勤になってね、息子と行くんて、息子と。あ、熱いやつは熱いやつで、息子がね、立教のロンドン校に通ったんで、で、2人で旦那と娘をこっちに残してね。立教の山口先生っていうのがね、コンサルティングのね、なんかしてんだって。だから、そういうのも一生懸命にお花をするわけ、その人はね。僕もコンサルタントだよ。末村コンサルティング作らない、お父さん社長にならない。まあそれもあるよ。一方でそっちの学術的なコンサルティングもあるけど、業績的なのもある。ビジネス的な発注を売り上げてる。その差どんどん広がってる。学術的なのもあるんだよ。現場の人もいるよ。ソニー辞めてコンサルティングになった人から、うん、なんか博士じゃなくても別に。実地をやらない。実地やってるじゃん。8兆売り上げてるんだって。まあ、ご高齢を願ってることは楽しいことや。じゃあ16日からやね、お父さんね、これね、明日からっていうこと、あ、明日明後日からってことやね。それは食べ物調査は、ね、食事の調査よ。16、17、18ね。あの野村さんっていうのは来るの、野村さんという。来るよ、今度また来るよ。野村さんは北海道に帰ってきたらしい。そうなの。北海道の人も来てる。北海道は地震があったというのね。あったね、今日。大きな地震が、うん、え、本当震度多かった。すごいじゃん。被害なかったよ。津波とかなかったね。ないね、あの辺だ。あの、わかんない、知らんけど、どこ辺かわかんない。しかし札幌、北海道の人は札幌のことが知りたいんだと思う。大体話し合うというためにもっと ASEAN に力を入れる。道北とか一番大事なのは。僕も北大に一回行ったことあるけど、なんかあれ、本当行ったことあるんだったっけ、少年の船で。ああ、その時はいいなと思って。全然、なんかポプラのめちゃめちゃ寒かった、あの時。でもクラーク博士みたいな。ポプラ並木だったね。うん、あ、上陸したんだよ、ほいじゃ。上陸しました。北大となんか診断みたいな、昭和診断みたいな。昭和診断どこでしたっけ。洞爺湖かなんかじゃない、湖があるとこじゃない。湖に行かなかった。行きました。経済パートナーとして ASEAN の国と日本との経済的な
まあでも 1週間じゃちょっと友達ができんね、なかなか。すごい辛い思いしたけど、後半なんかできてきた。あの時道野くんがすごい活躍してて、ほんとね、道野くんも行ったんじゃったよね、うん、道野くんね、福岡の時はね、あんまり活躍してなかったです。他の人が優秀だから。でも一般の公立の中に入るとすごいね、優秀ね、うん、国立の付属だから、活躍してた。なんかリーダー的な、不良のリーダー的な。いや、いいよ。なかなかあの、ええ心持ってるね、あの子。うん、僕は全然活躍できなかった。逆に。なんで？なんか醸し出しちゃったんだよ。嫌な空気。本当、うん、自分がそんな思ってた、自分が楽しんでなかったの。でもすごくいい経験だった、うん、ねえ、いい経験をさせたいから。すごく良かったよ、うん、後々ということ。